はい、なめやかちすみまチャンネルです。今回はですね、妖怪ウチプニプニの妖魔ジイベント特別編でガシャ回していきたいと思います。新年一発目のガシャということで、ちょっとね、100連ぐらいは回そうかなと。トリプルゼータの闇剣王狙いでね、ガシャ回したいなと。ほいで闇剣王を使うところまで行きたいなと思っております。ゆっくり見ていてください。今さ、気まぐれゲートのイベント開催中で、ほいなんかさ、そろそろね、敵が強いのよ。魔天の間にソラスケがおるんだけども、あのケイスケと魔天ソラナキが合体したソラスケがおるんだけど、レベル5ぐらいから結構強いんよね。そう、ちなみにレベル5のソラスケ倒したら10連4魔人コインとかも入手できるみたいだから、そこのね、親子バトルとかもね、今回できればなみたいな感じで思っております。夏目もめちゃくちゃ可愛くなってる。で、ガシャ中身ですね、チェックしていきましょう。4魔人ガシャの中身、こちらバビョン、トリプルゼータ、闇剣王 0.5%。 今回は新キャラが9体いるんだけど、ガシャで入手できるのが4体。これ闇剣王さん狙っております。で、さらに主天童子ガショウとかで、さらにヌラリヒョンガショウで、ウィスパー2040ガショウ、ニューイヤーメチェイト、この4体狙いでございます。で、おはじきバトルで、あのね、特攻なんが闇剣とヌラリか。まあ、エンマ&ヌラリみたいな、が、その、ケイスケに対して特攻でしょ。これからの、フクロウに対しての特攻が、ウィスパーと主天童子と、あと、ドウケツさんなんだよね。で、ドウケツさんに関しては、なんかね、課金で入手できるみたいな、そんな感じでございます。しかも今回ガシャスタンプあるぞ。やば。え？ガシャスタンプあるんだけど、どういうこと？もしかしてこれは10連ごとにスタンプが押されるということが、つまり20連、30連、40連、50連、100連、150連で剣王入手できるんちゃうこれ。やば。150連で剣王。持ってないかもしれないな。ちょっと150連回したくなるんですけど。とりあえず闇剣王出るまでガシャ回していきます。とりあえずマックス150連とかかな。どうかな。紙引きなるか、新年一発目。オナシャス、キャモン。レインボー来たら、レインボー来たら激アツ。うわ、金カップ5つやん。幸先良さそうな感じもしとるや。新キャラは、なし。なし。そして、いきます。20連目。ガシャスタンプいきなり、ガシャスタンプいきなり。いつもさ、なんか、イベントの後半でガシャスタンプが出てくるやんか。最後の追い込みみたいな。最後の追い込みみたいな感じでガシャスタンプ登場するんだけど。もう、初日からガシャスタンプ。そして、金カップ出る？金カップ6個？でも、新キャラは出ないんだ。まあまあ、結構確率今回低そうよね。いけんのかいうところですけど。30連目参りましょうか。あ？あ？30連目ね。はーい。今ね、70連分ぐらいワイプあるんだけど。ここでレインボー来ました。ただ、前回っていうか、今までのキャラも Z 以上におるから、油断できんだよね。降ってきてほしいな。降ってきてくれたら、トリプルゼータの闇剣王の可能性ありか。いきます。あかんダブルゼータ、秋のテラス。あかんな。今回のイベントの新キャラまだできてないな。70年。とりあえず課金なしで、課金なしで新キャラ4体ゲットしときたよね。40連目参りましょう。ミッチーがなんか、ご褒美のままでの特攻でしょ。はい、来ました。オッケー。レインボー何個？レインボー1個。金カップ多くね？金カップなんかめっちゃ多くね？振ってくれるかな？オッケー！オッケー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 ！何来る？あ、ウィスパー。ウィスパーとりあえずね。ウィスパーとりあえずね。で、最初からレベルが50。で、妖怪のその必殺技のレベルが3ということでございます。オゲイ。合唱ということで、なんかタキシードも赤白なんだよね。新年早々この、よか羊をお呼びになるとは、運がいいでウィスねー。あざす。2023年なんかいい年にしたいよね、ほんとにね。最初のガシャだからいい感じの引き出しておきたいところでございます。とりあえず新キャラ1体ね。コンプリートもね、残り3ターン。なんかちなみにさ、こっちはガシャスタンプないんだ。トリプル S 以上ガシャとか、直接購入ガシャはないんだね。こ
これで50連目。ガシャスタンプある方がさ、何回目のガシャか分かりやすくていいね。これで50連目。連続。3回連続幸運の予感。オッケー。降ってきてほしいよね。ウィスパー出ちゃうんかーい。ウィスパー出ちゃうんかーい。あ、すごい。仙台間大王って今すごい。これで早くも60連目。これ何 ?SS 以上1体確定みたいなガシャスタンプってことか。なんかアイテムっていうよりは。金キャップが、なんか金カップがめっちゃ今回多いんだけど、どうなん？トリプル S のなんか、仙台間大王豪炎がまた出てきてるわ。そして、ゴーリキの腕は、ゴーリキ、あやめさん、ゲッツ。当初予定してた、これで、70連目っすね。はい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 。いや、これ最低150連は回さんときついかな。はい、買う。もうここで来てほしい。闇へ、闇金を、ここで来てほしい。いきます、70連目、紙引きとなるのか。ドクシッ。あがん。あー、70連じゃダメっぽいか。ちょっとね、チャンネルも収益化復活したということで2万円課金させていただきます。ちょっとそろそろ本気出しましょうか。よっしゃ、いきます。もう150連も回さんでええんちゃうかな。100連で決めておきたいなって感じだけど、80連目いきましょう。まずレインボーね。レインボー OK、 あざす。レインボー3個ぐらい振ってくれへんかな。おおお、可能性あるぞ。闇系可能性ある。まだミッチーとかも出てきてないんだけど。はい、ぬらりひわざーす。合唱。だから一旦ね、イベントは進めれそうっちゃ進めれそうなんだけどね。これで90連目かな。にゃん。レインボーが出ないともう、とりあえずダメだよ。これで、100連目。はい、オッケー。ガシャスタンプさ、Z 以上確定もちょっと入れてほしいね。いきます。あがーん、ウィスパー出すぎやてー。で、エンマ内容とかも出てきてまーす。これ150連いくパターンかもしれない。にゅーん。あと50連で決めることはできるのが。てか、この、今着てるスウェット、めっちゃ可愛くない？マンチカンの猫がさ、サウナキャップ、サウナの、サウナハット被ってんだよね。めっちゃ可愛くない？さあ行きましょうか。これで120連目。レインボー頼む。あげーん。きついやるよ。きついにな。金カップには基本いないね。あ、ちょっと待って、新キャラ5体か。なんか、主天童子も出てないし、ミッチーも出てないし、闇剣王も出てないから、あと3体だわ、コンプリートまで、きつ。この10回ずつ、残り30連だから、この10回ずつに入ってったらいいんだけどな。これがラストチャンスとなるのか？レインボーラストチャンスとなるのか？あかんのかーい。ないよ。ダブるよね。ここへ来てダブるよね。まあ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 、まだ20年あるんでね。次レインボー来てくれんときついぞ。金カップに新キャラおりません。ってことでラストいきましょう。150連目はい、最後ありがとう。最後ありがとう。金カップ多いんだよな。ちょっと怖いな、ちょっと怖いな。あ、金カップもなんか降ってきたんですけど、なにこれ。おおここへ来て金カップにダブルゼータの主天の味。そんなことあんの？普通レインボーに入ってんだろって思うけど、金カップから来たね。チュイーン、キラーパスみたいな感じで来たね。かっこいいね、主天の味。ゴールドのなんか服着てて。で、スポーツドリンク飲んでんのかな。金カップにもおるね。Z 以上たまにね。さてと行きましょうか、レインボー。行きます。降ってきてほしいところなんやけど、ウィスパーがーい。なんかね、ウィスパー出すぎたね。ということで、結果ですね、新キャラ3体という結果でごわした。ちょっと最後、主天童子とか使ってみよっか。どれぐらいのダメージいくのかチェックしておきたいよね。今ね、気まぐれゲートオープン中で、フクロウさんがお待ちかねということで、行きましょう。ボスステージまで進めるとわかんのかな？おびくじの間で、この辺のなんかキャラに対しては別に特攻ではないかなと思うんだけど、必殺技ちょっとチェックしていきたいよね。主天童子とか、ウィスパーの。あ、ちょうど敵3体おるやん。ええやん。ね、どうしようかな。主天童子と、あと、ウィスパーか。暴走エンマとか入れてたら敵サボるから、暴走エンマパーティーに入れてもいいかな。まず主天童子。
芸春オリシグレア何それ何それプニケシかなウィスパーは明けおめ羊グレス何それ玉を作るんだウィスパー玉かななんかウィスパーがめっちゃ玉を4つ作りよったねしかもウィスパーめっちゃ格上げしたよななんか Z ランクだもんねウィスパーが Z ランクすごいやんではですねフクロウ VS 酒呑童子いってみましょう敵がレベル18ねダメージめっちゃ強いよな多分ね酒呑童子ねあんま今見てなかったけどで敵とね HP がそこまで確かね高くないんだよね1万ぐらいは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 いなるほどねこれさフィーバー入った方がいいのではフィーバー入りましたそして酒呑童子さん行きましょうかダメージどれぐらいいくのかなでウィスパーさんも行きましょうか酒呑童子の必殺技発動ダメージ何個ぐらいいったかな16万とかになってるから10万ぐらいいったのかなそしてウィスパーも加わりダメージが32万強弾もう一個残ってたけどウィスパーと酒呑童子得てたらすごいな30万近くのダメージいくんだえげつなそしてですねこれ郵便見てみると剣王届いてんだよね剣王が郵便におるプレゼント受け取っておきまーす剣王ゲットトリプルセーターの剣王ゲットすごー剣王参上一緒に悪いやつ倒そうよすごー150回回すだけでなんか剣王ゲットできるのめっちゃなんかお得感あるねやべえガシャスタンプめっちゃなんかいいな最高だなはいってことで以上今回はここまでです最後までご視聴ありがとうございましたバイバイ